はい、じゃあテックフィード使ってるということで、弊社一応テックフィードという会社です。で、テックフィードの社員しつつ、アンテナのスタッフもやりつつなので、ちょっともう本当にマジ真相です。で、2月から上院していて、というのも、本格的に動き出したのが去年かなぐらいから本を仕入れてやりましょうということになって、社員集めている最中だったりします。なので、2月から上院して、僕社員1号で、社員が今フルで入れるのが社員2号までで、3、4号ぐらいは、パートタイム的なコミットの仕方をしてもらったりしている会社です。で、なんで入ったかっていうと、お肉食わせてあげるよって言われて、みんなやったことあんまないと思うんですよ。このこっからここまで、ご注文何しますか、こっからここまでみたいな、これやらせてもらいました。で、これが結構難しくて、こっからここまで食える量をちゃんと選べなきゃいけない。食えない量までこっからここまでしちゃうと、これはもうセンスがないんですよ。ギリ食える範囲内で どれだけこう贅沢をさせてもらえるかっていう、こう器をね、試されるのかな。まあいいや。で、まあこっからここまでやりたい人、もうマジで、はい、急いでください。とにかく声かけてくれれば、すぐ行こうってなります。で、まずそもそもテックフィード知らない人ってどのぐらいいらっしゃいますか。テックフィード知らない結構いる、結構いますね。結構いるのか。やる知ってるって人どのぐらいいますか。あ、これもまた意外といい。かつ、じゃあ使ってるって方を意外といる中の微妙に OK です。ありがとうございます。ちょっと知らない人向けに多分紹介になると思います。知ってる人はちょっともう繋がしてください。で、簡単に言うと、エンジニア向けのキュレーションサービスしてます。で、まあ見てもらうと同時に、まあ適当にカテゴライズされていて、まあ例えば、僕とかは、アンギュラーとか大好きなので、ここら辺に僕の興味がありそうなトピックみたいなのが並んでいたりします。これ人によって変わっていて、ログインしていただいて、まあポチポチいろいろ記事読んでもらうと、ここら辺が上下していきます。で、そうですね、例えばですけど、今日こっちじゃないな。例えば、アンギュラーで押してもらうと、まあいろいろアンギュラーのトピック、これ多分昨日か一昨日ぐらいに作ったんですけど、まあ特に皆さんアンギュラーのニュースなかったの知ってると思うんですけど、まあこんぐらいしか出ないんですよ、アンギュラーって。で、例えば今日は NG ジャパンで記事書いて、皆さんブログ書いてもらえると、いい感じにここが潤うと、あと関連イベントで、微妙にアンギュラーのイベントとかちゃんと取れるよとなってます。で、僕たちそれをこれまだまだ機能足りないと思っていて、で、いっぱいちっちゃい機能とか大きい機能をとにかく作って試したいというのを繰り返していきたいんですね。ただ圧倒的人手不足と、まあ人数が5、6人しかいないので結構しんどいですと。はい、お時間と。雑に。で、ここからここまでしたい人いませんかという人と、ここからここまでしたそうな知り合いませんかということで、まあ、特に焼肉じゃなくてもいいよっていうことで、なんか食わせてよっていうのがあったら、それでもいいです。で、まずは、企画に、連絡してほしいなということで、この、まあ、全然テクフィード、メンションでも DM でもメールでも何でもいいので送ってください。以上です。ありがとうございました。